おはようございます。3月26日、今月もいよいよね、あと残すところあと何日、3日4日になりました。で、今週は今日でラストなんですけども、金曜日ですね。動きの方がちょっとありましたね。上昇に向かっております。それでは画面を切り替えてそのあたりを説明します。どうぞ。はい、デイリーを見ていただきたいんですけども、こういうふうにズバッとセルに行ってバイデンさんになってから今度はね、バイの方に入ってきました。そして、垂直なトレンドがあった後に、まあ、ここにね、蓋をするようにこういうふうに操作トップみたいに動きが変わっていったんですけども、まあ今朝にかけてこちらの方ズバッと一直線にまた上に上がってますよね。ともすればこちらのね、ヒゲラインを超えていきそうです。ちょっと109円にも乗ってますんで、これから上昇の流れを強く意識していかないといけないのかなと思いますね。で、ヒゲ先とかね、こう窓とかあったんですけども、全体的には緩やかに下がっていったところが今 N を書いて上昇していったよってことで、これはね、上昇の流れが強く現れてるんじゃないかなと思います。ただここまで見ていくと、こういうふうなレンジがまだ破れてないってところなんで、109円のそうですね、まあ298とか322とかあの辺あたりから上昇の方向に変わっていけばなというところですね。まだもうちょっと分かりませんけども、このままあれじゃないですか、109円の中頃まで行くんじゃないですかね。109円の525とか530とかあのあたりまで。で、1時間の方なんですけど、いろいろとね、1時間ね、見るところがあるんですよ。というのが、昨日の時点ではこの下の方で推移するんじゃないかなと言ったのが、もう一点ですね、もうまた変わったんですよ。こういうふうに足掛かりを作って、おおむねね、そうですね、ここですかね、ここを転換点にして始まったんじゃないかなと思いますよね。こういうふうな形で N ができてるじゃないですか、今。で、もう一頭置いて、若干上昇していくかなと。これがね、何を意味するかっていうとね、これエリオット波動の始まりにも見えるんですよ。上昇局面の中で、まあ第1波があって、第2波があって、第3波、4波、5波って感じで5波まで引けてますよね。この後に、調整波が1、2、3と入った後に、ここを超える勢いでズバッとね、上に抜けていくってものが見えるとエリオット波動です。で、エリオット波動のうち特徴的な原則っていうのは、この線がですね、第3波がここよりも長く、ここよりも長く出来上がっていかないといけないんですよ。まあ、そう考えると、ここがちょっと似たような大きさじゃないですか。ですので断定はできませんけども、このまま NN でずっと上昇していくのかもしれませんけども、まあ、エリオット波動の疑い消えないかなってことですよね。どちらにしても週が明けて、もしくは今日ギリギリのところで、もう一発大きく上に行くのか下に行くのかっていうところを見て判断しようかと思います。まあ上の方に、ね、伸びていってくれれば、移動平均線もそう出てますしね。まああれじゃないですかね。ダブルボトムを書いての、ダブルボトムはここですよ。ダブルボトムを書いての、まあ、今度また上昇に転じるってところじゃないですかね。まあ今日はそんなところでございます。エントリーするならバイで行こうかなと思ってますね。まあ今行ってもいいような感じですね、これね。この形はね、あんまりセルに向かわないんですよね。セルからこう来て、グググググッと上に上がったやつってのは、なかなか下の方に大きく波長を伸ばさないんですよ。今回の1時間足、ちょっと振り返っていただきたいんですけども、上昇の距離っていうのは結構ありますけども、下降の距離ってちょっとしかないでしょ。こういって、で、今、その上昇の波動がもうどこまで行くかってことですよね。まあそう見ると、倍の方でいいんではないかなと思いながら、今日エントリーするなら倍ですね。いらっしゃい。